今日、神村学園で全国大会に出場する部活動の壮行会が行われました。男子サッカー部の縄田岳キャプテンは優勝旗を持って帰りたいと決意を新たにしました。壮行会では女子硬式野球部や男子サッカー部、チアリーディング部らのが拍手に迎えられて入場しました。各部活動の監督が大会の日程などを報告した後、選手たちの活躍を願って全校生徒が演奏や拍手でエールを送りました。学校全体が応援してくれているので、改めて頑張ろうという気持ちにはなりました。神村学園に優勝旗を持って帰ってこれるように頑張りたいです。福島で行われるインターハイに出場する男子サッカー部は今月27日、1回戦で秋田代表の西目と対戦します。